源ヶ橋温泉は、かつて、大阪市行野区にあった、公衆浴場。風呂屋及び、銭湯の建造物としては、初めて国の登録有形文化財に登録された。なお、温泉は、上方における伝統的な風呂屋の屋号であり、天然温泉を意味するものではない。建物は1937年の建築で、外観。 内装とも昭和モダニズムの面影を残す貴重な建造物である。国土の歴史的景観に寄与するものとして、1998年12月に国の登録有形文化財となっている。また、建物の上部には完成当初から、ニューヨークと、ニューヨークをかけて、温泉マークを持った自由の女神像が一つやり、さらにその上の屋根には、シャチラも乗っている。 浴場の設備としては新、朝の主浴槽のほか、電気風呂、オパール原石風呂、スチームサウナ、水風呂、ジェット付きの座湯がある。開業当初は、建物の2階部分にダンスホールやビリヤード場があった。2019年1月7日から、近隣のマンション建設工事に伴う振動で、建物の倒壊の恐れがあるとして、休業をしていた。しかし、 その後再開することなく2020年に廃業した。現在建物は残されているが、取り壊すかどうかは不明である。大阪市行の区臨時一の後の33棟施設と、同じく登録有形文化財となっていた安倍の区の美小園温泉は、燃料費の高騰や耐震補強工事が困難であることなどを理由に、廃業、2008年2月より開始された解体作業に伴い、 同年12月には文化財としての登録を抹消されている。登録有形文化財に登録されている。その他のフローや、ありがとうございます。